皆さんこんばんは、ポリゴンポリゴン2ポリゴンです。さあ、海賊祭グランドパーティーやってきてまして、前回ねからもう全く間を空かずにやってきましたね。で、報酬見るとさ、まあまあいいんすよね。一勝するだけで、栄養かな、栄養のなんだっけ、海賊祭のね能力を上げるやつが10個もらえますからね。しかも虹の宝石5個、これね、虹の採点書ね、これがもうずっと続くわけですよ。なので、まあ、10勝目にね、やっと、厳選された超スゴフェス限定のチケットもらえますが、まあ、これはね、求めません。ただ、9勝ぐらいまではね、まあ、基本的にはできるんで、これもらっときたいよね。あ、9勝 ?10 勝 ?10 勝でいいの ?15 勝じゃなくて。あれ、いつも15だよね。12か。13、55だよね。10勝でいいの ?10 勝ぐらいみんなできるんじゃない?だから、もうこれはね、協力し合いましょう、皆さん。一人まあ、めちゃくちゃ弱い編成で置いといて、どのタイミングで反映されるのか分からんけれども、弱い編成でいれば、僕らは戦って勝てるので、強い編成のままなんか閉じてしまうと、多分強い編成で、マッチングしちゃうんで、皆さん弱い編成にしてくださいっていうのと、ルール詳細見てみると、ほら、ついにね、ニカルフィを皆さん、GP リーダースキルにするのは、GP リーダーにするのはやめましょうねっていう意図なのか、新属性のね、バースト発動回数マイナス1になりました。これいいね。マイナス1してくれるだけでだいぶありがたいです。2回打たれるともう詰みます。はい。で、GP マッチ見ましょう。じゃあニカルフィーないよねって思ったらね。だいたいみんなね、やっぱニカルフィーだね。GP リーダースキル。まあ、しゃあないよねって思いつつ、この日吉さん?なんで川松がリーダーなん?川松は GP リーダースキルとバースト効果が強い印象もなく、かつね、新属性なので、マイナス1ですよ、GP スキル。え、2回いるのに、2回おるのに、川松にしとるやん。どういうことこの人。ボランティアなの?なぜなのかがわからんけど、ちょっとこいつ倒したろうかな。やってくれてる気がする。で、うちはね、一応、どうしようかなとは思ったんですが、まあ、どうせなら、ロジャー&白ひげで行ってみようかなと思いまして、ロジャー&白ひげでを GP リーダーにしてます。これも新属性カウントされるとしたらマイナス1だね。だから無属性なんじゃないかって疑惑はあるんで、ちょっと一旦行ってみようかなと思います。GP リーダースキル、あと2回ってなってるんで、マイナス1されるんかな?GP リーダーで、あと1、あ、なんだ。ロジャー&白ひげはね、2回打てるみたいですね。なので、まあ、GP リーダーはもう、ロジャー&白ひげでもいいかもしれないですね。ダブルキャラは、2回打てるみたいですね。どんな感じなんかな。うわ、必殺 CT マイナス 30%、えぐいぜ。あ、防御がこっち激弱だね。死ぬんじゃない?逆に飛ばされる。めちゃくちゃ防御激弱やったこのパーティーえぎえぎ、勝てる気がしねえ。頼むから、あ、やばい、死ぬ、殺された防御激弱パーティーやったこれえ、なんでこんなに防御が激弱なの?弱すぎるでしょこれいやもう俺パーティー組むの下手くそかまあでも本命はねここなんですよ。地属性のね、実績強いですからね。これ新属性殺しパーティー、地属性でいきます。ちょっとこれやってみての、次に GP リーバーストはね、おお強いね。2回打てますから、うちは鳥間1回打とうかな、ここの段階で。ね。ここで、どのタイミングで打った方がいいんだ、まあ、どんな感じなのかもわからないので、一旦打ちます。25% 減らしでしょ。あ、ちょ。ダメージ 25% 減らしの、防御力とか上げのだね。誰でもいいから早く必殺技を打ってくれ。まあ、あのね、ニカリーダーがね、
多分みんなしないんじゃないかな、そろそろ。うわ強っ、えマジ、俺はもう GP バス GP はやりません、海賊祭 GP はえぐいっす、勝てません、必殺技も打てないんですか僕は強くない今の、あ、ダメだ、あ、強すぎる、頼むぜ、ちょっと打たせて、打たせてよ必殺技をアプーとかね、わりかし強いんですよね、ほらウルージーさんは何かしてくれるかな、自分が強くなるだけ、おい攻撃してくれよ、うわ2回いいんじゃん、さすがに2回いられると結構厳しいんじゃないかな、あぶねえ、これで全員吹っ飛んでくれんかな、無理やね、強すぎるS ホーク強すぎるでしょ待って、これで負ける俺いや強すぎひん、ちょっとちょっと待ってこれ俺、いやちょっとね、あの GP バースト GP リーダーが新属性で、しかもカーツカーマツっていうので舐めてましたが、めちゃくちゃ強かったのでこの人とは戦いません、すいませんでしたバカにしてなるほどね、ちょっとね一回更新とかしてみたんですけれども、そうかそうか、 GP リーダーをこのルフィにしてんのか、誰にもカイドウの首は、このルフィにしたらだいぶ強くなるのかな、GP バーストとかもこのルフィにしろってことか、新属性の2課から地属性の2課に変えろよってことを言いたいんだね運営さんは、結局2課になりそうだな、今後もここにいる GP リーダーは新属性の2課か地属性の2課と、まあ結局2課が最強ってことかな、自由タイプの敵3体を 100% の確率で強制退場状態にする、これやばくないこれやばいんですけど、こいつとは当たりたくないな、でもあえて行ってみようかな、ここ見てみようか、強制退場って6000ダメージでしょ、まあまあしんどいなどれくらいの強さですか、 GP リーダー頼むわ、 GP バースト使ってくれさっさと、これ負けますよ、お来た、何すんの、4500に攻撃さ、あれ 100% あそっか、こいつレベル低かったかと思んないな、それで終わりか、意外と勝てるかも、じゃあちょっとやってみようかな、 GP バースト発動してみて、どっちの方が強いですかね、 GP バーストはこっちはちょっとエンハンスとかがあるよね、お願いします、ただあっちは多分攻撃とその強制退場状態っていうのがあるのかな、僕的には地属性の2課より新属性の2課の方が使いやすいんじゃないかなとは思うんですよね、つかまずこのちょっと待って S ホーク強すぎる、さっきからそうなんやけど S ホークがえぐい強いっすビビります、お前にはウルス出所、あ S ホーク倒してくれた、S ホークがね強すぎてね、ちょっとあの怖いんですよえ、あいつこそゲットしとくべきキャラやったん、めちゃくちゃ強いんですけど、怖いんですけど、ほんであまた地属性味見ましたきたやめんな、殺さないな、殺されちゃうあでもな、倒すって意味では地属性のルフィの方がバースト的には強いかもしれんな、3回ダメージ与えてくるもんな、うん、強い強い強い、まあ、これでね、まあ、ただねこれでもうお互いね、出し尽くしましたよって感じ、わあっち2かもいいんじゃんでこっちはね技属性で固めましたので、あでもあっち即属性じゃねえからどんな感じかは分からんが、リーダースキルのリーダーバーストは確かに新属性のルフィ1回少ないんでデバフではあるが、
で、まあエンハンスっていうかステータスアップする GP スキル、リーダースキルとしてはまあニカルフィ優秀だから、まあ新属性だとしても置いといてもいいのかなとはちょっと思っていますと。やっぱり強いな。新属性と戦うときはね、やっぱり新属性でいきたいよねってぐらい結構辛いな。やっぱ強いな敵さん。必殺 CD とか上げないでくれないかな。いやちょっと待って、すごい必殺技発動しまくってるんですけれども、こんだけかい。僕なら何度も言ってきた、うせえだ。うわ倒せん。全然倒せんや、吹っ飛ばんな。裏切り者が全ての元凶だ。倒せません。お、継続ダメージ意外と強え。フランキー意外と強いな、継続ダメージ。タイガの急流をもう呼んだことし、人呼んで。継続ダメージで意外と飛んでくぞ。光月桃之助、我の国の将軍になる男でござる。頼むから、頼むから森屋さん。誰か飛ばしてくれよ。心臓の音。心臓の音。あ、倒す、意外と頑張っとる。攻撃力がめちゃくちゃ低くなってんのか。ギリギリでなんとかキッドさんが耐えとる。よーし、フランキーのねこの継続ダメージ意外と優秀なんですよ。よし飛ばした。よしよし、意外と勝てるかも、意外と勝てるかもしれんぞこのお題。あ、また、うわ、なんか嫌なコビーさんが出てきた。継続ダメージで死んでくれ。よし、死んだ。これ、こう見てると意外とおもれえな。なんかこう、やきもきするな。何もできることがないっていうのが面白いよね、これは。もうリーダースバーストも発動できんし、あとこいつらのポテンシャルに頑張って、見守ってるだけっていうね。意外と勝てました、そんで。何これ、 GP 海賊祭 GP マジで苦手やわ。これとかすげえおもろいな。次対戦する地属性の2か、新属性の2か、力属性の2か、もう全員2かじゃん。GP リーダーはもう2か一択なんですね。これは圧倒的やなと思います。なんかね結構報酬いいし、10勝すればいいだけなので、どんどんねやって、できれば3勝した方からはすっげえ弱いパーティーに編成し直して、その日を置いてほしいなってちょっと思ってます。何がこう関わってくるかわからないですけど、みんなで協力してね報酬ゲットしましょうよっていうのが僕のスタンスなので、ぜひ協力お願いします。それではチャンネル登録の方、高評価お願いします。バイバイ。